はい、皆さんこんにちは、こんばんは、本日は26日の金曜日ということで、ヨドバシカメラさんの方へ、週末の価格調査の方へ行ってまいりました。まず飛び込んできたのはお買い得キャンペーンということで、ソフトバンクさんの iPhone 13の 128GB でありますが、こちらね、そこまでお得にはなってません。 138,240円のところを、95,544円ということで、ただしね、SIM を得するサポートで月1円払って、2年後のレンタルをしたくない場合に95,000円払って自分のものにという内容になってます。au さんはね、 Google の Pixel 7、 こちらがね、また同じようなスマホ得するプログラムということで、47円支払って2年後に返却したくはない場合は、46,000円ほど支払う必要があります。関係ないですけども、先日のニュースで森林環境税が、2024年から1人1000円かかるらしいですね。どう思いますか？ということで、ドコモさんの、Google Pixel 7A ですね。こちらね、前回も見ましたけれども、買い時で35,000円ほどですね。あとは Galaxy の S22、 こちらもね、買い時で、レンタルでありますけども、先ほどの値段でいけるということですね。やはりですね、一番安いなっていうのはこちらの、Google Pixel 7A ですね。買い時プログラム乗り換えが必要にはなりますけども、23円ですね、払った後に、レンタル終了させたくないは35,000円ほど支払えば、自分のものになるというものであります。また他ね、 iPhone さん、 iPhone の13 128GB が、買い時の2年後返却ありで9,900円。こちらね、返却したくない場合はさらに 68,640円追加で払えば自分のものにということですね。またね、 Galaxy のね、 A53 5G がね、一応一括価格で出ておりました。こちら先ほども出ましたけども、ソフトバンクはそれほど安くありません。Google のね、 Pixel 6A、 こちら UQ モバイルさんになりますけどね、9,600円、分割にはなりますけど総額9,600円ということで、こちらはね、非常にお安くなっております。そして iPhone の、ね、SEAU さんは8,510円、こちらはね、中身見ますと結局のところは、44,450円払う必要がありまして、それにね、分割で8,510円も必要になるということですかね。ちょっとこれ書き方が微妙でした。aupay の残高8000円プレゼントということで、こちらね、ポボさんのね、 120GB365日使えるという、2万円もするやつですけども、こちらね、乗り換えとトッピングすればですね、8000円 aupay に還元されるということですね。ただ365日 120GB 2万円って結構高いですよね。一月にすると1600円ぐらいで、一月 10GB ってなると、そこまでいいのかなって、いいのかなっていうのはね、これやめれないんですよね。1年分払うってことなん でそれが8000円返金されると、10GB で一月あたり1000円になるんですけども、こちら1年ね、続けた場合ということなので、仮に半年でやめるんだったら 20GB 2000円とかいう扱いですよね。そうなってくると楽天さんの 20GB 2000円と変わらないので、お値段としてはね、あんまり変わらないんですけど、電波がね、やっぱりね、 au さんの方がいいですよっていうところにはなってくるかと思います。au さんつながりで UQ モバイルさんもね、 aupay 残高還元乗り換えと、プランの M か L に入って1万3000円ということでですね、
こちら今回ね6月1日から UQ モバイルさんもプランの変更になっております。コミコミプランということで20ギガデータと1回10分以内の国内通話料無料というプランを出します。こちらでも完全にねアハモさんの20ギガ2970円で国内通話が5分無料ついているやつに対抗策ということですね。Dポイントで1万ポイントプレゼント、こちらねアハモさんねエントリーでやっております。まあ、違いはね5分かけ放題と10分かけ放題ということで、まあ、その差額が300円に価値があるかというところですね。で楽天モバイルさん始まりました。 MNP ですね、予約番号なしで MNP ワンストップで乗り換えが可能になりました。従来ですとね、転入元の方からですね MNP の予約番号をね取得するのが必要でした。まあ、これが面倒でねしなかった人もたくさんいるんじゃないでしょうか。それがもうね輸入元関係なしでねいきなり楽天モバイルで申し込みってすればね申し込めます。ただしね楽天 ID とかをね作っとかないと結局はまあちょっと面倒な手続きにはなるかなと思います。まあ、昔はですね引き止めポイントということで、まあ、MNP の予約番号を発行するときにちょっと待ってくださいと、1万ポイントあげるんで引き止まってくださいっていうのありましたよね。まあ、私も昔引き止まったことありますけども、ポイントだけもらって使い切った後に2週間後MNP しちゃったっていうこともありました。もうねそれもね使えなくなるとなるとちょっと悲しいですね。ということで、MNP して即 eSIM にダウンロードするともう瞬殺で乗り換えが完了してしまうということで、楽天モバイルさん引き続き1円端末やってますので、乗り換えも検討もありだと思います。手続き簡単になりました。それでは皆さん次回動画でまたお会いしましょう。またね。